こんにちは、コウスケです。フリーランスになってから7ヶ月経ちました。独立するときに僕は6ヶ月分だけの貯金をしてましたが、この6ヶ月はまだ生活費分ぐらいを稼ぐことができてなくて、平たく言えば、そろそろ生活できない状態になってきてました。はい。そして、10月に突入して、稼ぎも貯金も少ない中で、とりあえず7月は月収20万円を目標に YouTube の更新もストップして一旦仕事に集中してました。今回はその月収を公開します。このチャンネルでは僕のフリーランス生活を通してフリーランスのリアルな生活や仕事やなんか収入などを発信しています。フリーランスに興味がある人、日本の暮らしに興味がある人、東北に興味がある人、あとはこの動画を見て少しでもいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。では早速今月の月収を公開します。今月の、月収は214,387円。いやー、どうぞ20万円超えました。いやー、マジで長かったですね。なんかね、この頃の自分にあと6回やればとりあえず生活できるぐらいは稼げるようになるよとこう伝えてあげたいです。そしてこれは過去の自分だけじゃなくて、今こうフリーランスとして頑張ってる人にも伝えたいです。これくらい頑張ればこれぐらいの期間でこれぐらい稼げるようになるよっていうこう一つの動画マップとして僕の YouTube チャンネルができたのかなと思うので、そういった意味でも僕の YouTube の動画をこうお届けできればと思ってます。いやー、長かった。はい。そして今回は収入を伸ばした3つの理由と、仕事が増えたことで起こってしまった大きな反省っていうのを1つ紹介します。今回結構重要な情報を伝えてしまいますので、人によってはなんかこんなことを教えたらフリーランスとしてのライバルが増えるんじゃないかみたいないう人もいるんですけど、僕はこうフリーランス仲間が欲しいので、自分の経験やノウハウはもうどん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 積極的に出していこうと思ってます。ぜひこのやり方で僕よりも早く収入を安定させてください。この動画を見ているあなたと一緒に仕事ができる日が来れば僕はすごい嬉しいなと思ってます。またあとこの、紹介する反省は本当に僕の中では大きな後悔になっていて、早めに知っておけば対策できたなと思ったところでもあったので、ぜひこの反省のところも聞いていただければ幸いです。じゃあまず収入を伸ばすため3つの施策を紹介します。1個は、直営業向けに絞る。2個目は、取引先を自社商品がある企業に絞る。で、3個目は取引先企業の数を減らすの3つです。順番に説明していきます。まず1個目は直営業向けに絞るっていうなんですけど、直営業っていうのは直接企業に営業するということです。駆け出しフリーランスの最初のうちはクラウドソーシングサービスってのを使ってお仕事をもらうことが多いと思うんですけど、でもこのクラウドソーシングに入れている案件ってのは結構低単価のものとかも多くて、しかもこう手数料が割と取られちゃうので、決して稼げないわけではないんですけど、稼ぎづらいっていうのが正直なところです。じゃあどうやって直営業先を見つければいいのというと、方法はいくらでも本当にあって、僕がもらった直営業案件は YouTube 経由、Facebook 経由、あと知り合い経由、あとは企業のホームページ経由などなど、いろいろあるので、意外と仕事はいろんなところで溢れていると思うので、ぜひ目を凝らして見張ってみましょう。2つ目の施策が、取引先を自社商品がある企業に絞るっていうことなんですけど、よくフリーランス同士で言われてるのが、お金のある企業とつながるべきとか、あと金払いがいい企業と仕事するべきなんて言われてるんですけど、じゃあお金あるってどのくらいなのかなとか、金払いがいいってどの程度なのかなっていうのはちょっと僕の中で疑問に思っていて、でもこれ僕の中では1個答えが出ましたっていうのが、こう自社商品がある企業っていうんですけど、その自社商品がある企業ってどういうことって思う方も多いと思うんですけど、自社商品がある企業って極論その商品が売れてしまえば無限にお金が発生するわけですよね。これシンプルにこう自分が一緒に仕事をする上でその商品がたくさん売れるようになればいいんですよね。例えば僕が御社の商品のウェブページを作成して SNS で宣伝して広告も担当しますと。で、見込みですが、それで僕のお仕事で1ヶ月で30万円の売り上げが発生するはずです。なのでそのうちの15万円分を僕の仕事の報酬としてくださいっていう提案が自社商品がある企業だとできるんです。こんな感じで自社商品を持っている企業は提案次第で取引金額を無限大に伸ばすことができます。お金がある企業よりも自社商品を持っている企業と仕事をすることで自分の売り上げも大きく伸ばすことができると思います。で、3つ目が取引企業の数を減らすってやつなんですけど、これは意外に思う人が多いかもしれません。僕も思いついた瞬間は自分嘘をつけると思いましたが、いやでもこの方法は理にかなってるぞと自分の中で思ってからは
思い切って持っていた企業を、まあ、半分くらいにしました。じゃあなんで企業を減らすのかというと、シンプルに一社に集中した方がこう仕事の質も良くなるし、あとコミュニケーションコストもかなり減ります。一社一社の仕事にかけてる時間って案外他にならなくて、会議の時間だったり、こう事務手続きの時間だったり、あと準備の時間だったり、その辺の作業をこう何社にも何社にもやってると、まあ、本当にその仕事の準備とかだけで1日が終わっちゃうこともあります。ちなみに僕は今月実労働時間で言ったら80時間ぐらいだったんですけど、まあ、普通のサラリーマンは月に12時勤務の1日8時間勤務プラス残業時間で月160から200時間勤務。なのでこう僕の80時間勤務っていうのはこう正社員と比べると仕事の量は少ないのかなって思うかもしれないんですけど、まあ、さっき言った通りこう他にならない仕事みたいなのがすごく多くて、僕は正直今月に関しては本当に休みがないぐらいこう毎日ずっと働いてました。まあ、そういう、 こうお金が発生しないちょっとした作業などを減らして、こうしっかりお金になるこの仕事にコミットするために取引先の企業を減らしました。そしたら無事売上も上がることができたんで、この方法もおすすめです。まあ、以上の3つが収入を伸ばすためにやった、3つの施策です。これ独立初月からやるのはなかなかレベル高いと思うので、まあ、3ヶ月目くらいから徐々にシフトしていくといいかなと思います。じゃあ、 まあ今月は仕事も増えて収入も増えて素敵な1ヶ月でしたというと、個人的ではそうでもないと思っていて、大きな反省が1つあります。それはこう自分のキャパを超えてしまったということ。まあ、寝る暇がなかったとか、こう忙しすぎて病んだとか、そういうことではないんですけど、なんかこう局所的にこうストンと仕事の質が下がっちゃったんです。例えばちっちゃいとこですけど、資料の不正とか、資料調整したのにダブルブッキングしてるとか、あの大きなところで言うと、こう今月仕事をしたお客さんからなんかこう出した仕事に対してちょっとこれ仕事の質低くないみたいなことを言われてしまったことがあって、まあ、全然自分としては手を抜いたつもりはなかったんですけど、確かにこう見直した時に、あれちょっと仕事の質低かったかなみたいな思っちゃうこともありました。まあでも全部の仕事がそうだったわけではなくて、まあ、お客さんによってはこっちも 120% の力でやりきって、今月もありがとうございましたなんて言われるお客さんもいたんですけど、なんかこう仕事の質にムラが出てしまったんですよね。まあ、というのも今月僕は結構新しいことに取り組む機会が多かったので、なんかこう数ヶ月ぶりに実家に帰られて、あの車検とか給付金手続きとか、あと配慮届けとか、なんかそういう公的な事務手続きとかも多かったし、新しく始まった仕事とかも多くて、なんかなんとなくこう意識が散漫になってました。まあ、これはもちろん言い訳なのは重々承知なんですけど、まあ、こう自分のキャパを見極めて仕事をするべきだったかなっていうのは今月の反省です。まあ、これこの動画を見てくださっているあなたも、部下が仕事をたくさんいろいろ引き受けてると取り返しのつかないミスとかになってしまうこともあるかもしれないので、ぜひ気をつけてください。以上がフリーランス生活7ヶ月目で収入を伸ばした3つの施策と大きな反省です。この動画を見て参考になったという方や、少しでもいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。そして8ヶ月目となる今月は、その反省を踏まえて仕事の量じゃなくて質を求めつつ月収30万円を目指して動いていきます。あと余談なんですけど、今月YouTube も頑張りたいと思ってて、できれば月内10本ぐらい動画を上げられればいいなと思ってます。とりあえずこちらの6本は上げる予定なので、ぜひ楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。